ちらにすでにお湯に溶けた状態の塩分素液があります。結構まだあったかいんですけど、このですね、澱粉水溶液に硫黄水液を一滴入れま す、ね。まあ、この通り紫色に変わるわけですね。まあ、いわゆる硫黄素澱粉反応、かなり濃いですね。はい、それで、今これちょっと溜まってるんですけど、加熱すると色が抜けて、また冷却すると色が変わったりと、温度によってですね、色の変わりか色がついたりつかなかったりと、可逆性があるんですけど、それをちょっとテストしてみたいと思います。まず澱粉なんですけど、澱粉ですね、澱粉なんですけども、このまま水に溶かすと、白い粉末なんですけど、これをこのまま水に溶かしてもですね、うまい具合にこう溶けないんですね。水に溶けにくいんですね。澱粉そのものは水に溶けにくいんですね。なので加熱をしてですね、これもすでに加熱したものですね、一旦温めておいて、まあ、80度ぐらいに温めるとこのようにですね、色が抜けてくるんですけども、少しずつ色が、白っぽかったのがだんだん透明になって感じがします。加熱することで澱粉が水に溶けやすくなると。冷水だと結構溶けないんですね。割と澱粉溶けるように思われるかもしれませんけど、加熱してやらないとなかなか溶けないと。あ、もうだいぶ今60度ぐらいですね。もうあと余熱でいっちゃう感じですね。はい、透明になりました、ね、このようにして溶けた澱粉水液はコロイドの性質を示すということらしいので、レーザーを当ててみたいと思います。明るすぎて分かりますかね、ちょっと明るすぎて分かりにくいかもしれませんけど、ね、こちらはただの水ですので、当然チンダル現象観察できません、ね、これは澱粉の水溶液ですけど、まあコロイドに近い性質、まあコロイド、まあ、粒子はちっちゃいんですけどね、はい、今澱粉水溶液75度から80度ぐらいになりました。その澱粉水溶液を試験管に5ミリぐらいかな、3本取ってみます。まだ結構熱いですよね。だいぶ温度が下がっちゃってるんですけども、まだまだ熱いレベルだと思います。では、硫黄素澱粉、まあ色変わりますね。硫黄素澱粉反応見えると思います。で、この青紫色に結色した水溶液ですけど、これをもう一回加熱してですね、ちょっと、ね、操作が見にくいんですけども。ですね、加熱して、ちょっと乱暴なんですけども、直接
。はい、試験管に温度計差し込んだんですけど、今出て80度まで上がっちゃったんですけど、色に消えましたね。色が抜けちゃいましたね。もう一回やってみますね。加熱して玄関に温度計入れて加熱してきますと60度ぐらいですか。60度、だんだん色薄くなってきて、赤紫色だったのがちょっとこう茶色っぽくなるんですかね、褐色にってけど、今色抜けましたね。もう完全に抜けちゃいました。今75度ぐらいで、だいたい65度から75度ぐらいで色が抜けるということが分かります。もう一つやってみます。70度超えてましたね。70度超えるとさーっと抜けますね、やっぱりね。はい、抜けました。抜けましたね。はい、それでは今だんだん冷めていくと、冷えていくとどうなるかということで、さっき加熱したものがはこちらなんですけど、最後にやったやつがまだ、あ、ちょっと色ついてましたね。強制的にですね、1本をこう冷水に入れて、こちらですね、冷水に入れますと、もう入れたそばから色が青紫色にこう変わっていくと、たちまち色が変わって、また要素澱粉反応が復活するということが分かります。こちらがまだちょっとあったかいですよね。まあ、60度ぐらいあるんだと思うんですけど、あ、うん、70度ぐらいあるんだと思うんですけど、これをちょいと入れて、冷水に入れてちょっと冷やすと、たちまち色がついてきますね。待ってますね。だいたい65度か70度ぐらいが激しくこう色が変化する、まあ、温度1のような感じがします。こちらが72度で、70度ぐらいですかね。70度ぐらいで、そうですね、70度境に結構激しく、見た目は激しく色が変わる感じはします、ね。もう一回はい、では再度加熱してみます。ちょっと分かりやすくするために少しでんぷんの量を増やして、見えやすくなるかなと思ってちょっとでんぷんの量を増やしてみました。はい、色が抜けましたね、もうね。まだ抜けてないですか。ちょっと加減が難しい。今70度ぐらいですね。70度ぐらいになると、さーっとこう色が抜ける感じです。はい、ではこのままの位置で、冷水に入れてみますね。冷水に入れて冷やしています。まだ70度あります。下の方からこう青くなってくる、下の方からこう青くなってくる感じがしますね。もう温度計邪魔だから抜いちゃいますか。
下の方がちょっと青くなってきて、はい、ヨウ素でんぷん反応復活してきました。はい、この通りです。